アメリカ政府、韓国に機密情報を提供しない、ファーウェイ採用で。韓国の中央日報によりますと、アメリカ政府が相次いで、韓国政府に対し、ファーウェイを採用した場合、機密情報を提供しないと警告していることが明らかになりました。まず、7日にハリー・ハリス中間アメリカ大使が、韓国の国家安全保障市長と、 非公開で会談し、この席で、韓国がファーウェイの通信設備を導入する場合、アメリカ政府は敏感な情報の共有を避けるしかないと明言いたしました。また、アメリカのポンペオ国務長官は12日に、国家安全保障に対する中国企業の脅威に関連して、日本と韓国の警戒体制が異なると発言しました。 また、アメリカ国務省の報道官は、容認できないレベルの危険に我々の敏感な情報は出せない。同盟国や友好国のネットワークに信頼できない供給者の設備が含まれる場合、我々はどう情報を共有するかを見直すという意味だ。我々が相互に連結して相互に依存する程度を考慮すると、 同盟国のネットワークが弱まれば、そのような脆弱性は直ちに、アメリカの安全保障にとって脅威となる。5G は今後の数十年間、我々の経済と安全保障に影響を及ぼす重大なインフラであるだけに、導入するかどうかを決定する前に、外国政府の不法で、牽制のない許容に、 従属したファーウェイのような販売企業のリスクを徹底的に考慮する必要がある。こうした深刻な国家安全保障の懸念を解消するために我々は同盟国と友好国の協力を歓迎すると。またロバート・ラプソン中間アメリカ副大使も韓国の国会を訪問し米韓の軍事安全保障を いととするる恐れがあると警告をたたしましまこの中国製のファーウェイなんですけどもこちらファーウェイだけではなくて中国政府が国家情報法という法律を作り全ての中国人や中国企業団体に対して中国政府のスパイ活動に強制的にですね協力するよう要求してしまっておりますので ファーウェイだけではなく、すべての中国製品が危険であると見られております。そのような事態に対し、アメリカ政府が対応を求めておりますが、韓国政府はファーウェイを導入してもですね、ファーウェイ製品を導入しても問題ないと繰り返し主張してしまっております。このような事態が続けば、アメリカ政府は韓国政府に対して、 機密情報の提供を確実に打ち切ることなんでしょう。また、さまざまなネットワークを、ネットワーク自体を切り離す可能性すらございます。こういったアメリカと韓国、また中国の動き、今後も続くものと思われますが、日本政府も、韓国政府など、 ファーウェイ製品を採用している、採用する国々に対して機密情報を提供しない方針を早急に決定していただくようにお願いいたします。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。